このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は保護猫カフェ人気の猫種が甘えてくれる癒しの動画ということでですね、まずこの子はね、ブリティッシュショートヘアですよ。でこの丸々した顔がね、本当に可愛いですよね。お腹もね、とってもムチムチしててね、もう気持ちがいいんですよ。やっぱね、顔をうずめたくなりますよね。すごくね、穏やかな性格の子でしたのでね、全然怒ることもなくね、さしてくれましたよ。まあ、ビーっとしてね、あくびもして、顔を近づけてみますよ。するとね、鼻キスしてくれましたよ。たまりませんよね、こんな穏やかな子ね、可愛くて本当に。舌も出っ放しだ。かわいい。本当に穏やかでいいですね、この子は。やっぱね、猫兄さん、このブリティッシュショートヘアみたいなね、あの丸々した顔が大好きなんでね、たまらん。この寝顔もいいですよね。隣を見るとね、この子エキゾチックショートヘアですね。ちょっとね、つぶれた顔が魅力的な子なんですけれどもね、尻尾ピーンとだってね、甘えてくれてるんですよ。近づいてきてくれましたよね。いいなぁ。スリーッとしてくれましたよ。なかなかね、顔が見せてくれないんですけれどもね、下を向いて、甘えてくれてますよね。潜ろうとしてるのか、何をしてるんだろうか、この子は。今回のお店は大阪十三駅近くにある保護猫カフェ猫の木さんです。で、猫の木さんにはね、純血種も結構いてますのでね。お、この子はミヌエットみたいですよ。マンチカンとペルシャ猫がね、掛け合わせた猫ちゃんなんですけれども、足が短くてね、ふわふわボディでめちゃくちゃ可愛いですね、この子。後ろから来たのはスコティッシュフォールドの子ですね。なかなか珍しい毛質してますよね。黒ですけれども、ちょっと薄い黒かなという気もするんですけれどもね、よく見るとしましま模様がありますよね。すごい可愛い子だ、この子も。上には白猫ちゃんがいましたよ。この子はミックスのようなんですけれども、白猫自体がね、ちょっと減ってるのかなというので、それもすごく珍しいですよね。あんまり保護猫カフェで白猫ちゃんって少ないなという気はしております。膝上乗るのか。お、乗ってくれましたね、甘えたさんだな。でもすぐ降りちゃいました。猫にそんな周りをね、猫ちゃんたちが囲ってくれておりまして、もう癒しの時間ですよね。お腹もモフモフ出ておりますよ。全然ね、喧嘩することもなくね、いい子たちですよ。で、この子たちはね、おそらくもう里親さん見つかってるんじゃないかなとは思うんですけど、コロンとしてくれたよ。表情するな、なんだこの今の両手は。笑顔になっていい表情することな。これはめちゃくちゃ可愛いじゃないですかね、この子。たまりませんよ。あら、ちょっとガブッとしたな今。上にアメリカンショートヘアの子がいますね。顔はちょっと汚れちゃってますけれどもね、これもすごく綺麗になると思うんですけれどもね。いい子ですよ。まったりとした子がいてます。これなんだろうか、この子は。なんかすごく綺麗な子な気はしておりますけれども。あ、先ほどの白猫ちゃんがいましたね。なんかスリーッとしておりますよ。降りたぞ。あら、膝の上に来てくれましたね。あ、この子ね、膝乗りにゃんこの子なんですよね。なんかもっと膝の上乗りたいよって言っておりますよ。で、座るとね、起きてくれましたよ。いやー、癒しの子だ本当にこの子は。
まあこれだけ可愛いとね、ね、本当にすぐに里親さん決まりますよね。膝の上乗ってくれる子って本当にいいですよ。しかも顎の下触ると気持ちよさそうな顔をしてくれておりますしね。うん、癒しだこれは。お、先ほどの子が来たよ。あ、何もせず去っていくのかな。ひょっとしたら膝の上に来たかったのかな。どうなんでしょうか。一瞬甘おかみしようとした気がしますよね。あー癒される。この猫ちゃんも多分、あ、甘がみしたな。この子もね、多分すごい癒されてるのかなっていう気はするんですけれども、猫も人も癒しの空間ですよここは。うん、いい表情するな。たまらん、うん、手を持っていますけれども、肉球気持ちいいんですよね。ミネットの子がね、階段のところにいましたよ。ちょっと今スリッとしようとしたのかな。あ、でもどっか行っちゃったな。最後はね、この、メインくんかなと思うんですけれどもね、とっても可愛い子を撫でて終わりたいと思いますよ。ね、皆さんいかがだったでしょうか。人気の猫ちゃんがね、とっても甘えたさんで癒されたのではないでしょうか。こんな感じでね、癒しの動画、可愛い動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫の木さんでした。んー、どの子もね、本当に穏やかな子で癒されるので、皆さんも来てくださいね。